オラファ行きましょうね。オラファーエリアソン、時には川は橋となるっていうね、展示ですね。はい。ですね。でですね。あ、ごめんなさい。これテキストに書いたりしてますけど。でもこれ、あ、これ、これかな？これにしようかな。まあ、これがですね、結構今回、まあ、わかりやすい作品かなと思うんですけども、ですね、まあ、オラファー・エリアソン、最近、その、環境問題っていうかね、エコについて非常に関心が、まあまあ、昔からですけどね、まあ、ありまして、この作品、今回の作品もですね、まあ、コロナで、誰も来れないということもありますけれども、同時にですね、まあ、無駄な、なんていうの？エネルギーを使わないってことですよね。で、飛行機とか使わないっていう、いうことですから、移動をまあせずにですね、全部ですね、なんていうの、まあ、テレワークでね、海外からね、その指示を出しながらですね、今回の展示作り上げたと。だからスタッフは一人も来てないんですね、今回ね。ということらしいです。はい。で、まあ、僕はその行動には、僕は明確に反対です。明確に反対です。絶対来て展示するべきだと思いますよ、やっぱり。だって僕たちはその空間で見るんだから。と思いますね。だって彼らがそうやって展示してるんだったら僕たちもそうやって見た方がいいわけですから。ね。だからそれこそ、なんていうの？見えない展示、誰も入れない展示にしちゃうべきだと思いますけどね。まあいいや。それで、まあ、それはいいんだけど、この作品はですね、作品、だから作品を飛行機でね、持ってきたりするっていうのも、彼は、あまりやりたくないということなので、船で搬送したんですね。で、これどういうふうに作ったのかはちょっとよくわからないんですけど、多分こう、なんかこう、なんか動こういうふうになってて、こう動くようなものなんじゃないかと思うんだけど、こう船に乗せてて、こう、その振動で、こう、ドローイングが描けるような、そういうものを、そういう装置で、によって描かれた作品。ということですね、これは。これね。まあ、結構あるんですけど。ただこれ何が面白いんですかね。そのエネルギーを使わなかったっていうことが面白いんですかね。船で書かせたっていうことが面白いのかな。全く違う面白さを読み込むことはできるとは思いますけどね。海の上の重力とかね。そういう話とかに持っていくことはできそうな気がするけど。まあ別にそんなにいい作品とは思わないですね。で、これはですね、なんか外に太陽光パネルかなんかがあってですね、それによって光ってるんじゃなかったかなと思うんですけど、で、なんかまあ、何面体になるのかな？これはよくわかんないです。三角形がいっぱい、こうビビビビビビとこうついてて、まあいろんな色に、真ん中にこう光があるから、光電球みたいなのがあって、で光広がるので、まあいろんな色がいろんなところに光ってて綺麗だなみたいな作品ですね。これなんだっけな。あ、これなんだったっけな。これ忘れちゃったな。これ氷河か。氷河っぽいですけど、氷河の作品ですよね。で、これちょっとごめんなさい、映像が多分僕途中で見るのやめちゃってると思うんだけど、彼、氷河をですね、ロンドンでいいんですか？あれ、ロンドンだったかな？調べたらわかるけど、ロンドンかな？の街中に、結構巨大な氷河よ。を、巨大って、あれ何メートルくらいあるんだろう？ 2、3メートルありますよ。を、氷河ポンと置いとくっていう、10個ぐらい。それがだんだん溶けていくっていう作品を作ってるんですね。まあ、要するに地球温暖化問題ですね。に関する作品です。これはまあ、昔からよく出てる、ね、彼のメインのような作品ですけど、まあ、光を、いろんな光を当ててですね、影がですね、何重かの色で見えるっていう、そういう作品ですよね。まあ、これ楽しいですけどね。
で、彼、今、自分のオフィスっていうか、プロジェクトチームみたいなのをかなり抱えてるみたいで、地球環境のためのですね、電池みたいなの発明したりしてますよね。リトルサンのために発明したやつ、リトルサンって、帝都モダンでやった展示の時に使ったやつですけど、まあ、発電ですね、発電機構を作ったりですね、発明したりですね、まあ、いろいろしてるんですね。そういう、ものとか、これはもう木のチップだと思いますけど、そういうものの再生可能な木のチップとかですね、ですね。ですから、まあ、エコなものをいろいろこう研究開発してるわけですね。それの、まあ、なんていうかな、展示場っていうかな、のようなものがここにあるということ。でもこれドローイングみたいなものがあったり、まあ、丸いところを見るとなんかカラフルな輪っかがいっぱい見えるみたいなやつですね。で、これはですね、これもうちょっと後にやったら見える。あ、こういうふうにですね、これはですね、これはよくわかんないんだけど、光をこう、なんかね、こう、こういうふうにビョーンってやったら、こう、なんか向こうに、なんか光の跡がこうビヨーンとこう残っていくっていう作品なんだけど、なんて言ってたかな、光にダンスをさせてくださいって言ってたな、書いてあるな。でも、あ、こういう感じね。これちょっとよくわかんないけど、まあ楽しい作品ではありますけどね。これなんだろう、あ、これ説明してあるけどね、これはですね、まあまあこういう作品別に僕嫌いじゃないんだけど、真ん中に光があって、こう球体みたいなのがあるんですね。そうするとですね、こう光の反射でですね、色がこう、光の反射っていうか、こう、なんていうかな、このスペクトルのね、反射でね、違う色がこう出てくるわけですね。それをこう、遠心状にこう、ふわっとこう出るように設計してるっていう作品ですよね。これはまあ、もともとオラフはこういうことをやった人ですけど、僕はこういう作品の方が好きなんですけどね。これは、いろんな、色のですね、これはアクリルなのかガラスなのかわからないですけど、いろんな色がついたものが、くるくる回ってまして、で、それはたまに重なったりするわけですね。そうすると、こう、色が重なってですね、まあ、色が混じるわけですから、まあ、緑、色が変わったりとか、そういうことが起きるっていう、そういう作品ですよね。これも綺麗は綺麗ですよ。ただ、これな、これ、強烈な光を当ててないといけないので、まあ、ちょっとこれは一応なんか、まあ、ごめんなさい、嫌味ですけど、これ撮っといたっていう感じですね。はい。で、これが最後の作品になるのかな。これ下にあるのは水がありまして、水。で、水のところが鏡面になってるんですね。鏡になっていて、で、そこの鏡が反射して、要するに鏡のところに光が反射して、向こうのそのスクリーンの上のところあるでしょ、上のスクリーンのところに、水の波紋が映るっていうことなんですね。で、これよく見ると、これ僕こう下なんです、下映したんですけど、これただ単にですね、波紋もですね、なんかモーターみたいなガチャンとかでたまに動いてですね、こうそれでですね、無理やり波紋を作るんですね。水が溜まってるところがガチョンってやったら、こう波紋がピョーンってなるじゃないですか。そうすると、この壁っていうか上の方に映ってるですね、このところがですね、上に作ってる丸いところですね、反射して映ってる丸いところが、波紋が映るって、こういう作品なんですね。で、まあこれはプロジェクトの紹介って感じですね。はい。で、まあ大体こういう感じですね、オーラパで。とですね、僕はもうこれも、もう短く済ませますが、オラファは別に作品としてはですね、別に僕は嫌いではないんですけれども、言ってることとやってることは全然違うなとは思っています、今。で、この作品もそうですし、氷河の作品が最も典型的だと思うんですけれども、ですね、彼がやっているのはですね、要するにスペクタクルなんですよ。でしょ？でかい氷河を置くみたいな。
そういう見せ物的なスペクタクルをね、ドンとやるっていう作家なんですよ。で、彼の面白さは、やっぱりそのスペクタクルとそのエコっていうことを考えていること、この落差にあると思うんですよね。で、だからやっぱり彼の作品が単純にエコだからいいみたいなのは僕全然違うと思っていて、だからその差の中に何を読み込むかっていうことが僕らの鑑賞者に求められていることだと、求められているっていうか、まあ試されている感じはしますね、僕はね。なので、すごく人気で人がいっぱいいて、メディアアートみたいな感じになってるっていうかね。まあごめんなさい、メディアアートはごめんなさいね。今のちょっと良くない言葉でしたね。まあ見せ物的になってるっていうかな。まあ遊園地的になってるっていうか、そういう風になってるんだけど、やっぱりもう、個々の作品をまあ、それなりにクオリティはやっぱ高いし、面白い要素は読み込む、価値はいろいろあると思うんですね。で、その時にエコとぶつかるっていうか、そのぶつかったポイントをこう、どん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 ですね、いろんな人が見つけていかないと、やっぱオーラファイルにはそう残らないんじゃないかなって感じしますね、このままね。なんかエコの人になりましたよ、普通に。今のなんか、最近の言われ方だと。オラファそれでいいのかなと思うんだけど、僕。まあ、それでいいんだったらそれでいいんですけど、まあ、僕はちょっとそう思ってますね。僕は彼のスペクタクルなところが面白いし、でも、それでもエコなんだっていうところが、はすげえ面白いと思ってるので、やっぱりその矛盾をどんどん語ってほしいなっていうか、いう感じがしますよね。あとなんか滝作ったりとかも意味わかんないじゃないですか。ああいうの僕すごいっす。わけわかんなくていいなと思うんですけどね。滝作って何がエコなのか、何が何だかさっぱりわかんないですよね。なんかそういうのやっぱいいですよね。だからそういうの、だからオラファー・エリアさんってね、なんかもっとみんなそこ突っ込めばいいのになーって思ったりしますよね。そんな感じです。はい。でもすごくいい展示。まあ、どうなのかな。なんかまあ、考えるべきものではありますよね。エコに関してはね。当然ね。ですから、あとまあ、一個だけ言っとくと、エコってね、ヨーロッパ、欧米ではですね、ちょっときょ、あの強烈に流行ってるんですよね。本当に強烈なんですよ、流行り方が。アートの世界でね、特に。思想の世界とかでもそうだけど、とにかく強烈なんです。なので、もうみんなもうそれを考えない人はいないっていうぐらいなんですよ。なので、やっぱり我々もですね、日本からもそういうエコについて、日本的な形でですね、発信できる、アーティストがどんどん生まれてほしいし、まあ僕もちゃんと考えていきたいなというふうに思っているということは、最後にちょっとね、付け加えておきたいなと思います。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ、アートっていうものは。